はい、どうも、コミです。さて、本日はですね、関西クラクラクラブからお届けしていきたいというふうに思うんですけども、今日はですね、あまりその、この攻め方特集っていうわけではないですね。いろんな攻めを、見ていきたいんですけども、まあ、感じてもらいたいっていうことですね。皆さんが普段使っているいろんな攻め方があると思うんですよ。でも、それって、うまくやればこれだけのポテンシャルがありますよっていうところを理解していただきたいなという、まあ、そこがポイントです。で、私の動画なんですけども、基本クラン対戦系のアタックっていうのを中心に解説やっております。クランに言うとですね、対戦で全開取れるかどうかってすごく皆さんにとって、まあ、重要な部分かというふうに思いますので、そこで、こう悩んでいらっしゃるポイントを解消できる、そんな動画がね、お届けできたらというふうに思ってますので、ぜひ、最後までご覧いただきまして、いいなと思ったらグッドボタン、まだチャンネル登録まだの方はよろしくお願いできたらというふうに思います。でですね、前振り長くなりましたけども、今日はですね、まず1個は、スーサイドってやつ見ていきたいと思います。スーサイドですね。合計4本あるんですけども、1つこれですね。で、スーサイド何かっていうと、バーバリアンキング、アーチャークイーン、あとまあロイちゃんがいる場合はロイちゃんですね。これらを使って主力の、となる、まあ、ホグとかディガーとかイエティとかペッカとかドラゴンとかそういうのをドバーッと出す前に、どれだけですね、削りができるかっていうのを、なんていうのかな、意識する。まあ、そんなようなパートですかね。で、これライトニング今ね、7発持ってたんですけども、うまいですね。6発って、壊せる施設を壊しながら弱にダメージ入れて、最後一発ポンとね、このインフェルノにダメージ入れるように、遅らせて打ちましたよね。こういう打ち方からまず入ってもうめえなっていう感じです。で、ババキンでタゲを取って、さらにアイスゴーレムを後ろから追加していきますね。で、その後ろからロイちゃん、クイーン、さらにウッドランチャーをこう出していって、で、これでですね、村を半壊させます。ほぼほぼ半壊。マジかよっていう感じですよ、本当に。ここまで来るとですね。ロイヤルチャンピオン、今、ホーミングシールドを吐いたタイミング、わかりましたかね、吐いて、こちら側を、全部ホーミングシールドで潰すことによって、ロイちゃんが、しっかりとこの、キングとか、ウッドランチャーの方面にこう向かうように仕向けてるんですね。で、こうすることによって、クロスボウからイーグル砲までロイちゃんが追ってくれて、で、さらにこれ、中から出てきたアイスゴーレムとイエティが前進していく。これ、本当、アーチャークイーン、この壁の中に入れたかったと思うんですよね。入れていくと、そのまま、このタウンホールまでおそらくアシャクイで見れて、完璧に、まだこれ、黒く残ってんじゃないですか、アシャクイ、この時点で。だから、おそらくここでまだイエティがいるし、タウンホールまでアシャクイで見れたはずなんですね。そうしたらもう、あともう完全に回収するだけじゃないですか。なんで、はい、ここ、この状態の破壊までを全部ヒーローだけでやれちゃう。これがスーサイドの今の、破壊力です。突破兵器、ライトニング、キング、クイーン、ロイヤルチャンピオン、または、敵機構ね、アイスゴレブとかを加えることによって、これだけ壊せるっていう。まあ、これがやっぱり目指せるよっていうところが、ですね、まあ、使う上での目標になるポイントなのかなっていうふうに思います。いやでもこれ見たかったですね。タウンホールをね、壊すまでのところがね。まあまあ、でもそこに行かなくても十分すごいですけどね。グランドボデンのトームで全然タウンホールは、バルーンでこう破壊できるので、半分ですね、村の半分をもう余裕で、ヒーローパートだけで壊せちゃう。あとはもうこんな感じになってきたら、もう敵機外からバルーンをこうね、ポンポンポンと出していくだけで、楽勝で、もう回収みたいなもんですよね。怖い防衛が全くないので。いや、すげえなっていう感じですね、これはマジで。まあ、これが、スーサイドでございます。はい。で、ですね、まあ、この時点でなんか、ちょっと1個まだ呪文が余ってますし、バルーンの登り方がやばいな。まあまあ、スーサイドを使う場合はですね、どれぐらい目標にしたらいいのって思ったら、これぐらいの破壊を目標に頑張ってみてもらうと、楽しめる要素もあるし、チャレンジングな要素もあるし、まあ、夢もあるしということですね。いいんじゃないかと思います。で、次、クイヒーリガホグに関して見ていきたいというふうに思うんですけども、ですね、これも結構ね、すごいんですよね。よいしょ。この村に対して、まあまあ、スニークオブリンでここのね、こういうクラン城とか、美味しくもらえるところはもう遠慮なく美味しくもらいましょう。これ本題ではないんですけども、こうね、楽に壊せるところはもう壊した方がいいですね。円空出てこなくなるんで、たったの15枠かなで、うん、もう楽勝で、あとは、クイヒを回していく環境を整うわけなんですけども、これね、ディガホグで壊すのは、ここだけなんですね。ここだけ賞味。
あと全部クイヒーと、あとボマーで壊していきます。どんな風にするかちょっと見てほしいんですけども、これね、クイヒーがとにかくやばいですね。非常にやばい。まあ、どれだけ伸ばせるのかっていうところでちょっと見てほしいんですけども、アーチャークイーン、まずはシングルインフェルノも全然怖くないですね。しっかりと、寄り道せずにシングルインフェルノにアーチャークイーンがこうアプローチしていくルートが作れれば、フリーズ1枚打つことによって、シングルインフェルノはアーチャークイーン突破できてしまいます。まあ、なので、まあ、そんな過度に恐れる心配はないですね。壁の中に入らずに変なとこぐるっと回ったりしちゃうと結構それはそれで痛いんですけども、まあそうでない場合は全然 OK かなと思います。レイジをかけていって相手のクロスボウ等々破壊していきながら、おそらく今ですね、ウォールブレイカーここから行きましたけども、じゃなくてこっちから行きたかったと思うんですね。まあなんですが、まあ結果的にはこの壁が空いたから、バーバリアンキムでこっちをカットしておいて、アーチャークイーン中にこう入れていくという流れができてますね。まあ、ババキン出してタイミングもやばいんですけど、あとこれ、ボマーがね、すごいんですよ。これ。6時側ガンガン壊していって、さらに、このシングルインフェの区画で落ちる。落ちた時に中入っているのはイエティということで、アーチャークイーンがやらしくなってくるこのね、シングルインフェのところ、ここのところを、このイエティたちが一生懸命殴って、言ってくれてます。さらに、クロスボウのタゲを取ってくれているので、アーチャークイーン、ここですね、レイジの呪文なんと温存したままこう突破していきます。で、上方面は、椅子の間にやら回ってきたディガホグがタウンホール周りを、あっさり突破していって、アーチャークイーンとはそこで合流しますね。ロイヤルチャンピオン、クロークは残っているわ、レイジは残っているわ。こんな感じになるわけですね。やっぱ、クイヒーをどこまでやっぱり、うまくやれるのかっていうところに関しても、まあ、このぐらいやっぱりですね、やれるっていうポテンシャルがあるので、まあ、目標にしてもらったらいい攻めだと思うんですけども、ただちなみに言ったことですね、まあ、キヨさんって、多分ここ数年間、クイヒディガホグしか多分やってないっていうぐらい熟練度が高いので、そう簡単ではないと思うんですね。これ真似するのは。当然ながら僕も無理ですよ。絶対に無理。なんですけども、ポテンシャルとしてこれぐらいはあるので、まあ、それの、だから、8掛けとか、7掛けぐらいの、攻め方を、まあ、自分は目指そうかなとかね。まあ、そんな風に考えてみてもらったらいいんじゃないかと思います。これぐらいの、だから、ポテンシャルはあるわけです。前回は取れるんですっていう感じですね。はい。まあ言うのは簡単だよね、そんなね。わかればわかる、本当そうだと思うんだけど。でもやっぱりね、ユニットのその能力の上限っていうのがちゃんと把握できてないと、まあそもそもこっから先行って練習したらいける領域なのどうなのっていうところがわかんなくなると思うんで、この領域までは練習すればいけるっていうことがわかっていれば、まあ練習をしがいもありますよね。まあそこに関してちょっと今日はね、お伝えしたいっていうのがメインではあります。で、次、主任さんのタックですね。でね、これははっきり言ってもアイデア勝ちですね。こういう風なアイデアをちゃんと持った方がいいよっていうのがこのアタックのメインで言いたいことですね。これ、スニゴブでトルネードがあったけど全然楽勝で、クランジを壊します。さらに、クエイクを打ってからライトニングで透析機とインフェルノを殴っていきますね。で、さらにここスーパーウォールブレイカーを壁沿いに当てて壁を壊して、あえてこれ壊させるんですね。このシングルインフェとか大砲のダメージを使って。で、剥き出し状態になったタウンホールに、スニゴブ5体を当てていって、これを潰す。まあ、地味にこっちのグランドボールでもね、出して、主力のネクロを入れるためのカット始めてますけども、これ完全にスニゴブだけでタウンホールとクランジを壊したようなもんじゃないですか。めちゃくちゃ美味しいですよね。タウンホール13の、最大火力を誇るワンツー施設を全部壊しちゃったみたいな感じです。たったの20枠ぐらいで。まあ、30枠ぐらいかな。こうなってくるともう、あとはもうね、止められるわけがないじゃないですか。今、攻め優位と言われているこの時代にですよ。なのでね、アイデア勝ち。これは完全にアイデア勝ちですね。非常に、なんていうのかな。相手の弱みをきっちりと潰した、攻めかと思います。スニークゴブリンのもう強みをもう存分に発揮したアタックですね。見てて面白いですね。なんで、こうなってくるとね、結構ね、楽勝かなと思ったら、実は、これを、主任さんらしいなって言ったら怒られるけど、面白くて、意外とこの後、イーグル砲の着弾受けまくってですね、ネクロマンサーが、やられていくんですね。パインパインっていう、この、パインってやられる音これが、なんか、静かにちょっと響き当たるんですけど、聞いてみましょうか。これね。ほら。ほら。結構ね、聞こえてくるんですよ。なんかこの辺からも聞こえないかな。ほら結構ネクロ、なんか序盤アド取った割にはネクロ結構やられてんなと思ってこれバカにしてごめんなさい。でも主任さんとうまいんですよ、マジね。スーパーネクロマンサーとかを普段使ってるので、おそらく
それに、なんていうのかな、習ったですね、入り方をしてるんだと思います。これですね。まあ、ネクロマンサーの場合、やっぱ体力がないので、ダメージを与えられちゃうとまずいっていうところなんですけども、スーパーネクロマンサー逆にダメージ与えられちゃってもらってもいいんですね。ある程度体力が減ったところでトームを使って回復するために、まあ、トームを使うっていうパターン。で、普通のネクロマンサーの場合にはダメージを入れさせないためにトームを使う。トームの意味が変わってくるんで、多分そこで少しね、普段毎回スーパーネクを使ってるので、ギャップがあったのかもしれません。ただですよ、最終的には、ペッカ生き残りのちゃんとネクロも生き残り、ロイちゃんも生き残り、クイーンはもうクロークをおまけで吐いてるようなもんですね。こういう圧倒的な旋回が取れた。なんでかって言ったらやっぱりここの密集体を壊すアイディアですね。ライトニングクエイクでここをきっちりと壊していくっていうアイデア、スニゴブでしっかりとこの外出しのクラン城を美味しくもらうというアイデア、さらにこのタウンホール一見壁で邪魔されているように見えますけども、スーパー、ウォールブレーカーをあえて壊すことによって、あえてやられさせることによってここの壁を開けて、でこれもスニークゴブリンでタウンホールまで取ってくるというこのアイデア、もう完全にアイデアの勝利ですね。もう素晴らしい。やっぱりこういう取れる村を取りこぼさないところがやっぱ主任さんうまいなというふうに思うところですね。というところで、最後1本、紬組さんから見ていきたいと思います。こちらになります。どうぞ。はい、こちらになりますね。ドララなんですけども、まあ、ドララなんですけどもね、このドララの仕方がすごいんですよ。まずライトニング8発でアチャクイを落としていきながらインフェルノを追っていきますね。で、しっかり2発残してるとこがまたうまいですよね。よくこうね、2発ちゃんと手元に残せるなっていう感じで。で、その外側を、これゴレとかね、使えてしまいがちなんですけども、対空砲があるからベイドは使えないし、まあ、ゴレとかアイゴレ使うにはまあ、枠がでかくても持たないしっていうんで、ジャイウィズできっちり大砲、対空砲を削っていくんですね。で、サイドカットが効いてるんで、アーチャークイーンはこっちの下方面にも歩いていくという格好を作って、で、ここ、シングルインフェルノを壊してるんで、もう火力がそんなにないよねということで、まあ、下方面にクロスボードが固まってるんでね、ウォールバスターをこう入れていくんですね。で、これで、下方面のこの、なんだ、上からタウンホールを狙っていくという感じですね。これ突撃艦とか当てちゃうとですね、エアスイーパーだったり、こういう、トルネを食らってる間に、エアスイーパーに落とされちゃう、エアスイーパー、対空砲に落とされちゃうってことがあるんですけども、体力が高いウォールバスターを使うことによって、確実にタウンホールにペッカーを届けていく、スニーゴブを届けていくというところですね。で、壁から出てきた、間違えた、すいません、ウォールバスターから出てきたペッカーが、その、壊してきた壁を通って対空砲を壊すという感じですね。さらに、ここ、ライディングクエイク使って対空砲をもう折っちゃってますので、下方面に至ってももう対空砲がない。もうこの時点でクロスボウ4本、対地なので、もう全然ドラゴンたちがやられる要素がないんですね。安い本だってこっち向いてるし。これ、おお、マジかよって思いました。最初見た時に。これはやべえなと思って。完全にですね、相手の村のもう弱点という弱点を徹底的にえぐる攻めですね。さっきの主任さんと同じで、どこが弱いかをもう完全に見ちゃってるんですよね。で、ドラゴンはもう止まらない形が作れちゃってるんで、バーバリアンキングなんか未だに出てきてないですよ、もう。もう俺と仕事ねえんじゃないのぐらいな感じなんですけど。まあ、最後ここ出てきてね、ドラゴンたちが、マルチインフェルノに、まっすぐ向かっていくようにですね、しっかりと、外からのカットをしてくれてるというところですね。まあ、グランドボーデンゾー結構ダメージが大きいんですけども、まあ、ババキンであれば、まあ、多少耐えれるから、短期で出してもそこまで届くというところですね。で、ドラゴンは狙い通りマルチインフェルノにしっかり向かって、なんならキングでマルチインフェルノを折ったな。すげえ。もうドラゴンたちがもう止まんないですね。えらい数のドラゴン。もうホーミング食らっても体力ブルーとか緑だからね、全くその、痛くも、まあ痛いんだけど、死にはしないっていう感じですよね。大量のドラゴンが、そのまま全開という形です。相手の弱点ですね。簡単に壊せる、厄介な防衛をどうやって壊すかっていう、このアイデアが最後の主任さんとこのメスゴイラさんのアタックではもう強烈に見れたということですね。こういう風にやっぱね、村の弱点をその、ついていくっていうのがクラクラの楽しさでもあるので、まあ、1本目、2本目見てもらったような、ユニットのね、能力を、最大限発揮させるような、プランニングっていうのも、まあ、一つの、醍醐味だし、または相手の弱みを探してそこを徹底的についていくというね、自分の強みを生かしていくっていうのも、なんだ、
醍醐味だし、まあ、この両方ですよね、両方、の掛け算によって、やっぱいいアタックって生まれていくと思うので、この2つをですねミックスしながらまた皆さんのプランニングを楽しんで考えてみてもらえたらいいのかなというふうに思います。いかがでしたでしょうか。本日の動画これで終わりにしたいと思いますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また私のチャンネルですね、タウンホール11から13まで、またタウンホール14が出たらそっちの方もですね、幅広くこう扱っていきますので、ぜひ今後ともご視聴いただけたら嬉しいです。では本日この辺りで終わりにしたいというふうに思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。